はい、どうも皆さん、こんにちは。ほんのがいです。今回、グランドセフトオート5やっていくんですが、そうですね、ふっと目が覚めたら、こんな状態よっていう、はい、あんまし嬉しくない事態ですな。こんな状態でしたね。ふと目が覚めたら、オレンジオーシャンビューっていう、うん。ちょっと目覚めのオーシャンビューですよ、これ。そこへこいつが、ポン。これはひどい。これはひどい。ちょっと沈まれ。本日何やっていきましょうかね。このもう、説明不要なこの状況で何をしていこう。ポン。そうですな。ちょっと企画考えます。はい。とりあえずですね、カリンテクニカル。まあ、あれだな。まあ、カリン製のテクニカルというテクニカルに載っております。ちなみに、ここがどこかと申しますとですね、ここですね。まあ、能天気にやってる。未だ営業中の遊園地でございますな。能天気なこと。はい。ちょっと水面が全然ない。テクニカルどこ行った？テクニカル消えちゃった。さあ、そこでですね、ちょっと、波高えな、これ。波小さい版にすればよかったな。はい、ちょっと。ということで、ちょっと波が収まったバージョンですね。寝覚めの一発、オーシャンビューっていうのが下ネタみたいなんですけど。ああ、いい。こんぐらいの波の方がいいですな。水の都、ベニスのような、カンツォーネの調べに誘われて、やってまいりました。なんか、よくわかんないな。なんかよくわかんないキャラクターになってたな。よし。じゃあちょ、さっきの状況を作り出そう。さっきの状況って言ってもね、こっちじゃない。それじゃないか。OK。これはいらないんだ。さあ、はい。これが先ほどと同じ状況でございます、ね。で、私が思い描いてるのは、ウォーターワールド的な感じのやつですね。はい。つうことで、ここでですね、まあ、戦争起こそうじゃないかと。ということで、ちょっと手配度上げましょう。例えば以前、サブマージドというゲームをやりましたな。これで、違う、そうじゃない。後ろの銃器。銃座っていうの？こういう風に、やっていきたいんだけど、もうちょっと街に近づいた方がいい。街に近づこう。ここはちょっと試みにムーングラビティも入れてみましょうか。おお、水の中から車が。おお、すごい。すげえ。水の中から車がいっぱい出てきてる。それをここでドーン。ここにいる状態でポン。これでさ、空飛びながら戦えるんじゃね。すごいシュールだな、これ。おお、すげえ。これすげえ。オッケー。この辺でドーン。すごいな。さあ、おまわりさん。まだ来てませんよ。ここでポン。オッケー。ちょっとこの辺の車が飛んでくんだけど。もうわっけがわかんねえな、世界観わっけわかんねえな。さて、戦争は終わりましたよ。ちょっと観光いたしましょう。カオスモッドと津波が入っております。なので今車が飛んでるように。そしてあれはなんだ？ちょっと、道路を走りたい、久々に。
久々に道路走りたいわ。オッケー。なんだこれ、なんだお前は、お前何してんの。おお、飛んだ飛んだ飛んだ。よいしょー、すごいなこれは。すごいな、この辺で待機してたらみんな飛んでくんじゃないの。ていうこれ交通量を上げるモッドって、水の中から、水の中から来るパティーンですか。入ってたなあ。あー、ごめんなさい。やっぱ水陸両用って便利ですね、これ。うん、非常に便利ですね。すごい。これゴルフ場か、ここ。なんか広いとこあんなと思ったら、結構起伏があるんですね、ゴルフ場も。お、なんだ？なんだ？固まったか？固まったな。これは固まってるな。はい、ということで GTA5 の津波モッドでございました。再起動が面倒なので、ここでお別れでございます。どうも皆さんありがとうございました。また何かリクエストあったら、やりますので、お気軽にコメントいただけたらと思います。ではでは、今回これで終了いたします。次回またサンアンドレアスで会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチャー。